トゥランド Vlog の時間です。はい、世界を牛耳る巨大財閥が発行する経済雑誌エコノミストの闇が深すぎる。今回は世界の権力者を野鳥として描いたアバードウォッチャーズガイド2023について徹底深掘りしていきます。ということでね、はい、ちょっとお休みいただいてましたけども、うん、まあ、今週は2023年はどんな1年になるのかっていうのを予想するシリーズでございます。ああ、いいじゃないですか。ね、知ってる？ん？去年のね、12月28日ですよ。うん、徹子の部屋っていう番組あるやんか。うん、あの番組で、うん、黒柳徹子さんがね、ゲストのタモリさんに向かって、うん、来年はどんな年になりますかねって聞いたら、うん、新しい戦前になるんじゃないですかねと返してるんですよ。戦前？そう、話題になってるんですよ。めっちゃ怖いやん。ね、タモさんってもう第二次世界大戦が終わった直後に生まれてはるから、うん、そんな人が今年は戦前になるんじゃないかと。ほう。普通に番組で言ってて、徹子さんもちょっと返答困ってたもんね。困るよ、それは。ね、まあそんな感じで、いろんな方がちょっとざわついてる。世界いろんなことが起こってるやんか。で、本当にこのまま第三次世界大戦に突入してしまうのでしょうかっていうね。確かに。未来なんてどうなるか分からへんやんか。うん、でもこの未来を考えてて作ってる人もおるかもしれんよね。まあ確かに。まあ、そんな中で、うん、1年を予測する上でね、都市伝説系のチャンネルの方がね、よく話題に出すのがイギリスの経済誌エコノミストなんですよ。はいはい、エコノミスト。まあ、世界の金融を支配しててね、都市伝説的には世界を裏でコントロールしてるんじゃないかとも言われるロスチャイルド、ね、株主ということで、うん、このエコノミストは現代における予言書なのではないかとも言われてるんですよ。そういう感じの本なんだ。そう、あんまりこういう話題はね、取り扱わないチャンネルではあるんですけども、うん、まあ、新年一発目の企画ということで、はい、ね、本日はこのエコノミストについて、まあ、取り上げたいなと思っております。はい。そして本日取り上げるのがですね、うんうん、2022年の12月11日に発売された、うん、エコノミストに描かれたこちらの意味深なイラストでございます。はい。なんかね、鳥ですね、大体が。鳥やね、大体。すっごい顔してたりとか、なんかぐるっとしてたりとかね、ぷくっとしてたりとかね。悪そうな顔してたりね。なんか伸びてる人もいるね、顔ギューンって、ね。ほんまに顎刺さって持ってるね。顎刺さってるね。地面に。そうですね、戦ってたりとか。世界の権力者っぽい人たちが、なんかよくわからん鳥みたいに描かれていると。はい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 。これが今回エコノミストに描かれているイラストなんですよ。で、このエコノミストの副題が、ザ・ワールド・アヘッド2023っていうね、この世界の先っていう。おー、なるほどなるほど。そういう副題なんですよ。ね、経済を動かしてる大企業が作ってる、このエコノミストの副題がこの世界の先。うわ。これはもう予言書と言っていいレベルのタイトルなんじゃないかと。まあそうね。そしてこの絵のタイトルが、アバードウォッチャーズガイド2023っていうね、うん、世界の要人たちを野鳥にパロった、ね、うん、2023年のガイドだよと。はあ。そういうイラストなのよ。あら、まあ、ほんまに予言書っぽいね。ぽいよ。とか、ほんまにそういう風なタイトルなのよ。はあ。つまり、このイラストをしっかり読み解いていくとね、うんうん、2023年の世界の行く末がわかるかもしれないっていうね。なるほど。そういう意味深な絵になってるんですわ。うん。2023年に罰せられる世界の要人たち。今回取り上げてるね、こちらの絵なんですけどね。うん。まあ、こんな感じで、はいはい。英単語の後ろの部分に、本当はその単語の綴りではないものをつけて、うん、名前と、その人の特徴を皮肉って鳥っぽい名前にしてるっていう、へー、まあ遊び心みたいなのがめっちゃ入ってるんですよ。はいはいはい。なんでそもそも鳥なのかって話なんですけど、うん、でこのバードという表現はイギリス雑誌ですからね、うんうん、イギリス特有のスラングでちょっと下品な女性とか、ほうほう、刑務所に入るっていう、そういう意味になるみたいなんですよ。なるほど。ちょっとそんな良くない意味というか。そう、良くない意味、ディスってる感じの、うんうん、でこの世界の要人をね、刑務所に入るという意味を持つ鳥に見立てて書いてるっていうのが、うわ、まあ、ポイントになってくるのよ。もしかしたら彼らはね、この経済をコントロールするトップ層の人たちにとって罪深い存在だと認識されてるのかもしれませんよね。刑務所にぶち込んでやるみたいな。そうね。それではなぜ今回取り上げられた要人たちがね、罪深いと考えられているのか、うんうん、ね、このエコノミストのイラストから考えていきたいと思います。はい。アジアと中東の要人たち。まずはね、日本から近いアジアとか、その横の中東系の要人たちのお話をしていきたいと思います。はい。最初はあの、北朝鮮、
キム・ジョンウン最高指導者ですね。ああ、有名なね。見てこのなんかフグみたいな鳥みたいなね。はいはい、ぷっくらしたな。で、書かれてる英文がこちらですね。ノースコリアみたいな。で、各単語の意味をね、簡単に説明すると、最初のところが北朝鮮の小さい、持続的に些細な不快感に悩まされる。おお。ペッカーという鳥と合わせてダブルミーニングにされてるんですね、これは。へえ。で、原子力兵器を持つ爆弾、汚い王朝、合わせると核兵器を持つ北朝鮮という汚い王朝の小さいペッカー鳥みたいな。しょっぱなからものすごいディスってると。でもここ気になるのは、持続的に些細なっていう表現になってるんですよ。ペッカードが持続的に些細な不快感に悩まされるって意味やから、ここ表現気になるよね。なんかちょっと不思議なニュアンスよね。経済で世界をコントロールする一族にとっては、北朝鮮の動きは些細な不快感に過ぎないのでしょうかっていう。あ、まあ。こんな感じで、世界の権力者に見立てた鳥が、一話一話、悪意ある表現で描かれてるっていう、そういう雰囲気は伝わったな。ああ、わかったわかった、うん。で、次が中国。習近平国家主席ですね。見て。ほら。鳥じゃないよね、これ。なんかもはや、ドラゴンという。そう、ドラゴンみたいな姿してんねん。唯一。あ、へえ。他の人は鳥やのに、なぜか習近平さんだけ異様ないでたちですよね。書かれてる英文がこちらですね。はいはい。東方の、有欲の竜、専制君主独裁者みたいな意味があって、で、共産党っていう単語を文字って、共産党鳥っぽい雰囲気にしてると。ああ、なるほどね。で、この、ゆする、強要する、圧制する、苦しめる、みたいな。まとめると、東方の翼を広げた独裁者ドラゴンは共産党を苦しめてるよ、みたいな。ああ、はい、はいはい。まあ、そんな意味かなっていうね。それにしても、習近平は共産党を苦しめてるっていうのは、まあ、意味深な表現なのよ。だって、中国の政党といえば共産党ですからね。でも、この習近平の行動によって、実は2022年にね、共産党は苦しめられるっていう、そういう事態が起こってたんですよ。あ、そうなんや。2022年に、中国で歴史的な反政府デモが行われてるんですよ。言うたら中国はもうゼロコロナ政策をするために厳しすぎるぐらいやりすぎてたと。で、民衆をぐん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 締め付けていって、はいはい、もう苦しいと、もういつまで続けんねんと、で、経済の打撃がブワーってなったりとか、怖いウイルスが変異したりとか、どうしたらええねんと、もう市民の不満がピークになってたんですよ。そんな中である事件が起きたと、それが新疆ウイグル自治区ウルムチ市で起こった高層住宅の火災なんですよね。ほうほう。で、この火災によって10名ぐらいが亡くなってるんですけども、この救助の様子をね、撮影した動画が中国の SNS で拡散されて、その動画を見た人たちが、いや、これさ、習近平がゼロコロナ政策するために封鎖しまくってるから救助が遅れて死者が増えたんじゃねえかと。ああ、はいはいはい、考える人がまあブワーって増えてしまったと。なるほどね。その結果、抗議活動が全国に飛び火していって、習近平国家主席に対して名指しで退陣を求める、やめろっていう動きが広がっていったんですよ。ちょっとデモか感じ。そうそう、もっきりデモでもうぶつかりまくってるみたいな。へえ。で、そんな感じで中国共産党局の暴力的な取り締まりが SNS で投稿されちゃって、まあ、海外メディアでもかなり批判されていくと。でもほんまに習近平っていうか中国ってもう独裁的な感じやったから、国民がこんなことになるのって結構珍しいというか、はいはい、このことは習近平国家主席だけじゃなくて、まあ、彼が所属する共産党も苦しめる結果となっちゃったと。そういうのはあのイラストで表現してるんですよね。なるほどね。そう。しかし、まあ、習近平国家主席はエコノミストで唯一ドラゴンの姿で書かれてると。ドラゴンっていう言葉はスラングで、恐ろしく手の負えない人物という意味を持ってるので、そんなことがあっても中国はまだまだ警戒されてるかもしれないっていうね。なるほどね。脅威の存在だと描かれてるのかもしれない。次はトルコのレジェプタイプエルドアン大統領ってね、すごいね、このジトッとした顔してますね。で、書かれた英文こちらですね。はい。怒りっぽいとかね、どう猛なみたいな感じとか意味あるんですけども、まとめると、怒りんぼな小アジア、トルコのどう猛な七面鳥みたいな意味かな。なんでこんなこと言われてるかというと、ちょっと時は遡るんですけども、中立化を掲げてた北欧のスウェーデンとかフィンランドが NATO に加盟したいよって言ってたんですよ。はいはい、ある時にね。で、トルコも、まあ、NATO に加盟してるからね。トルコのレジェプ大統領が、けど、こちらの要求聞いてくれたらいいですよ、みたいな。ほうほうほう。ちょっとごねたんですよ。あんたらんとこに、うちの国から出た犯罪者、テロ容疑者が住んでるやろと。NATO 入るなら、そいつらを引き渡してくれと。というふうに言ったんですよ。テロ容疑者を引き渡す法的な枠組みを確立できるなら、こちらトルコとしても、両国の加盟の支持に回りますよと。回りますよ。意思を示したんですけども、スウェーデンがそれを渋ったと。だからどうなんのみたいな流れが今あるんですよ。NATO
っていうのは全部の加盟国が入っていいよと言わないと加盟できない仕組みがあるから、トルコがごねるとなかなか話が進んでいかないわけですよ。そうね、トルコ以外が OK してもトルコがあかん言ってたらダメだ。あかんねん、はあ、じゃあ見てくださいね、この状況ね。ここがロシアね、フィンランド、スウェーデンなのよ。だからロシア的には結構ややこしい場所が NATO に入られる。あーなるほど。もともとソ連に対抗するために作られた軍事同盟ですからね。ロシアにとってはこことここがね近いもんね。 NATO 入られたらきついやんと、嫌な位置にあるやんか、でもロシアの首都モスクワはフィンランドから800キロぐらいで行けると。結構近いね。そう、この北欧2カ国が NATO に入っちゃったらかなりロシアを刺激することになりそうですよね。でその鍵を握ってるのがトルコのレジェプ大統領だと。はいはいはい。こちらのロシア視点の動画でも話しましたけども、ロシアウクライナ問題の背後にいるのはウォール街の資産家やユダヤ系の巨大財閥でしたよね。その巨大財閥の一つであるロスチャイルド視点で描かれる経済史、エコノミスト的に言うとトルコのレジェプ大統領は怒りん坊な小アジア、トルコのどうもな七面鳥っていうね、そういう表現になるのかもしれない。確かにね。スウェーデンとフィンランドが NATO に入ってくれたら、ロシアをさらに追い詰めることができるやん。まあそうよね。トルコ5年なよと、いうこと聞けよこいつらみたいな感じで、若干手を焼いてる感じ、そのちょっとこの嫌な感じを表していると。なるほどね。この目線で見たらちょっとおもろくない？おもろいおもろい。でこのバランスの問題に、トルコが1枚噛んでるかもしれないっていうのは、まあ日本では報道されないよね。まあ報道されててもなかなか入ってこないよね。まあそうね。この状況を知らないと。こういう見方ができるんですよ。うわおもろいね。ロシア視点の動画を見ていただいた上でこの動画を見るとよりこう入ってくるんじゃないかなと、思うんですけども、お次はインドのナレンドラ・ダモダルダス、モディ首相ですね。はい。ね、なんか優しそうな、このなんかね。なんかケンタッキーの。おい言うなよ、そんなこと。イメージね。イメージね、白ひげのね。そうそう。で、書かれてる言い分がこちらでございますね。好戦的愛国主義者とか、ヒンドゥー教に支配されたみたいな。はいはいはい。このモディ首相っていうのは、当選当時からね、インドをぐいぐい引っ張ってきた人物なんですけども、このイラストに書かれてる内容は、戦争好きな。愛国主義のムクドリモドキはヒンドゥー教の言いなりだみたいな、そんな表現が書かれてんのよ。なかなかの表現やね。これ経済誌やからねそんなん書く高いよね。これどういうことかっていうと、モディ首相率いる与党インド人民党はヒンドゥー教の言うこと聞きまくってるからヒンドゥー教の言いなりだと、それによってインドの民主主義が危ぶまれてるんじゃないかと、そういう風にねエコノミストでは書かれてる。なるほど。まあ結構悪く書かれてるやんか。2022年9月、モディ首相はロシアのプーチン大統領と協議を行ってるんですよね。でその結果、インドはロシアに対しては経済制裁をしないよと、ロシア産原油をもっと購入しますみたいな感じで、そこから両国はさらなる貿易の促進について話し合ったと言われてるんですよ。だからインドは表向きにはロシアウクライナ問題に対して中立ですっていう、そういうスタンスを取ってるんですけど、ウクライナのバックにいるイギリスやアメリカといった西側じゃなくて、ロシア寄りの動きをしていると、そういう風に考えられると。はいはい。エコノミストはイギリスの雑誌やから当然ウクライナ寄りですよね。このエコノミスト視点から見ると、まあ、インドは悪く書くよね。そうよね。好戦的愛国主義者みたいなね、だからこいつらロシアの方行きやがってみたいな感じで、はい、これもちょっとねやっぱそういう視点で見ると、なんでこういう悪意のある書き方してるかっていうのが見えてくるんですよ。何がどっち側とかあるかは分からへんけど、なんとなくね。だからよくよく見ると、中国、ロシア、インドって今のバカでかい国たちは、どっちかとそっちに行ってるんですよ。そうやね。どっちかというとね、そんなもん見えてくるし、うわで、そういう国にはちょっとやっぱ否定的にエコノミストは書いてるっていうのも面白いよね。ちょっと邪魔者扱いの感じで書いてるよね。そうモディ首相のムクドリモドキという鳥はね、自分で立派な巣を作る者もいれば、何かに寄生して生きる者もいたり、かなりたくましい鳥だと。なるほど、いろんな生き方できる、ね、そうだ、自分でグイグイ引っ張っていくっていうね、剛腕な政治家っていう感じが、この辺に込められているのか、はい、でさっきも言った通り、インドはロシアからの原油輸入に依存している形とも取れるから、ロシアにうまく取り入ってやっていってるんじゃないのってことをやゆって、ムクドリモドキって表現をされたの。あーなるほどね。だからかなり深いイラストなんですよこれ。おもろいね。おもろくない？一個一個めっちゃ意味あるの。国同士のこの立ち回りとかパワーバランスみたいなものが見えてくるし、それを考えると面白い。でお次はサウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子ですね。はい。ちょっと雰囲気が違うと、ハッピーな感じで確かに喜んでるねイエーイって感じ書かれてる英文がこちらですね。鋭い曲がった爪先の鳥、
下品な下劣なみたいな、ね、ちょっとなんかこう字数強めですよね。ほんまやね、笑って描かれてるのに。実はね、2017年にサウジアラビアで王族たちの口座1700余りが凍結されてるんですよ。なぜかっていうと王族の散財、職権乱用が問題になったからなんですよね。だからもう銀行から借金しても踏み倒すのが当然みたいな文化らしくて、ほうほう、軍需企業から裏金をもらってたりとか、はいはいはい、もうかなりの職権乱用っぷりがすごかったんだ。結構ドロドロやったよね。そう、それらの王族はムハンマド皇太子が拘束したんですけども、このムハンマド も相当な散財屋さんとして超有名やったんですよ。もうみんなグズグズみたいな、ムハンマド皇太子の刃は鋭い爪先で覇権を持ってるけど、下品なサウジアラビア鳥だみたいな、でこのエコノミストでは書かれてるっていう、ね、はいはいはい、こんなもう全方位に喧嘩を売ってるやんみたいな書き方してるけど、すごいよね。すごいな、ヨーロッパを騒がせる権力者たち。次はね、ロシアウクライナ問題の周りを取り巻く、ヨーロッパ系の要人たちに迫っていきます。まずはね、ハンガリーのオルバーン首相ですね。すっごい厳しい顔、強そうですね。強そうに描かれてるね。岩属性って感じですよね、なんかガシンって感じで、こんな感じで書かれてますね。右翼派とか、はいはいはい、独裁者、まあまとめると右翼派の嫌味なハンガリー独裁長みたいな、まあ、そんな意味になるのかなっていう。でこのオルバーン首相は第一次世界大戦後に失った元々のハンガリーの領土をなんとか回復させようとしてるんじゃないかと指摘されてる人物なんですよね。ほうほうほう、あ、そうなんや。そう、このオルバーン首相は外国で暮らすハンガリー系住民にパスポートを発行し、投票権を与えるっていう、そういう法律を作っちゃったと。へー、要は海外に行っても投票できますよと。そんなことから海外に住んでるハンガリー国籍の人たちにね、今住んでる国でハンガリーの自治権を取れるように動いてるんじゃないかと。あー、なるほど、危ぶまれてるんですよ。はあ、この周辺の国々にはあのウクライナも含まれている。でウクライナとハンガリーは国境が接してる地域があるから、結構ねなかなか際どいラインなのよ。どういうことかって言ったら、外国に住んでますでも自治権あげるよとかってやったら、日本に住んでる外国人が自分の国のルールで暮らし出すみたいなことが起こり始めるよねと。なかなかやね、なかなかの、ね、政策なんですよ、だからこのオルバーン首相はウクライナ政府にハンガリーの自治権の提案をしてて、ウクライナ政府がアホかと、ブチ切れてるみたいな感じで、まあ、そうなるよ。こういう経緯から EU のミニプーチンとも言われてる人物なんですよね。そういう言われ方なんだ。そう、海外に散ったハンガリー人の投票数を集めると同時に、もともとハンガリーだった領地のね、取り戻すために画策してるんじゃないかとも言われてるんですよ。あらまあ、今のところねオルバーン首相のこの戦略うまくいってるっぽいんですけども、別の国に住んでるハンガリー人がその場所で自治権を持つって結構やばいですよね。なんかねすごいよ、下手するとも外交というか国同士の関係が崩れるかもしれないレベルの政策だと。見方によってはですけど、自分の選挙票のために戦争になりかねない動きをしてるとも言えるハンガリーっていうね、今年はどんなニュースが報道されていくのかっていうのがね、結構重要そう、重要ポイントなんですよ。はあ、ウクライナとかも絡んでるからね。で次はイギリスリシ・スナク首相ですね。これまたね、さっきの顎付きの顔長の感じですね。はい、突き刺さってますね。悪意ある感じで書かれてます ね。でこれなんか飛べない感じの鳥ですよね。なんか確かになんかちょっとこうあんまりいい感じの表現じゃないね。羽もちっちゃめやしね。でこれがまあ当てもないぐらつくとかでね、カオス状態、当てもなくぐらついてるカオス状態の保守党のイギリス鳥なんじゃないかみたいな。あー、なんでかって言ったらイギリスの首相ってジョンソン首相ってイメージあるやん。だから実はね、このイギリスの政治界ってもう前代未聞の事態になってるんですよ。なんとね、2022年の8月から3ヶ月間の間に3回も首相が変わってると。3ヶ月で3回、有名なボリス・ジョンソン氏からね、リズ・トラス氏に変わって、でこのイラストのリシ・スナク氏になってると。ほぼ異常やん。異常やね。そう、なんでかっていうと、イギリスは3つの理由で、まあ、混乱状態になってると、まず1つ目が2016年に国民投票で、まあ、イギリスは EU を脱退しますよと、いうことは決定してるんですよ。しかしね、イギリスの真横の北アイルランドをめぐる貿易関係の問題で、EU との関係性がめちゃくちゃ悪化してると。うわ、君も EU ちゃうからイギリスさんよと、はい、まだその感じで来ないでくださいみたいな、まあ、ちょっとこの辺の問題が複雑すぎるので今回割愛するんですけども、この EU 脱退の影響からイギリスの労働力の不足へとつながり、経済成長にブレーキを踏む結果となっていると、はあ、言われてるんですよね。なるほど。次はコロナ対策だと。ジョンソン元首相はコロナ無視するのがベストだよねと発言して、コロナウイルス流行の初期の段階で、まあ、必要な措置を取らずに放置してたとか、はい、でいざロックダウンに
になったら、ジョンソン首相とかその周りの政権の中心人物がめちゃくちゃパーティーしてたと。ってことがすっぱ抜かれてしまった。あら、自分らはパーティーしてた。そう、この行為がパーティーゲート事件と呼ばれ、まあ、イギリス人の政治不信を加速させてしまったと。で、次にウクライナ侵攻をめぐる燃料価格の高騰だと。燃料の高騰が一般市民の生活を圧迫して、まあ、政府に対する不満の爆発とつながっていったっていうね。そんな感じでイギリスはかなりのカオス状態にある。まあ、スナク首相はこのカオスなイギリス情勢に終止符を打てるのかどうなのか、でもなんかイラストを見る限りちょっとディスられてるし、うん、そうね、まあ、ちょっと変わっちゃいそうな気配が出てるよねみたいな、うん、ね、その雰囲気がちょっとエコノミストでは描かれてると。世界を揺るがせたロシアとウクライナ2カ国の代表たち。次はね、毎日メディアで見かけるロシアとウクライナの代表たちについてでございます。うわー、ちょっとメインというか、ここからですよね。えまずはロシア、ウラジーミル・プーチン大統領ですよ。はい、こんな感じですね。悪そうですね。もう絶対に敵やん。うわー、ラスボスやん。書かれてる英文がこちらですね。はい、ね、カミソリ、これ野蛮な最悪みたいな。うわー、ロシアのカミソリ取りは野蛮で最悪だみたいな。何カミソリ取りって感じやけどね。プーチン大統領はね、2022年12月7日首都モスクワで開かれたね、人権に関する会議で核戦争の可能性が高まってると発言してるのよね。さらにプーチン大統領はその会議でロシアは核兵器がどんだけ恐ろしいものかは分かってると付け加えてるんですよ。でその一方でこの武器をカミソリのように振り回すつもりはない、核兵器をね、はいはい、いかなる状況下でも最初に核兵器は使用しないよと、まあ、最初にはねと言ってるんですよね。なるほどなるほど。つまりこのカミソリというキーワードはプーチン大統領のこの発言から引っ張ってこられてると考えられるわけですよ。そうやね。でもね、このプーチン大統領の発言って2022年の12月7日なのよ、でもエコノミストが発売されてるのって12月11日やん。おお、近っ。だからこのカミソリ発言が数日後に反映されてるっておかしくない？そうよね。だって印刷のこととかさ、もう決まってたイラストがあるわけやんか、物流のこと考えるとそんな早く無理よ、ね、おかしくない、気持ち悪くないこれ。怖っ。12月7日に速攻でこのイラスト描いても間に合うんかなっていうレベルやんこれって。そうやね。もしかしたら話すこと全部決まってんのって一応疑ってしまいそうになりますけども、もしかしたら以前からねプーチン大統領がカミソリ発言してるかもしれないですし、まあそうやね。でその辺知ってる方は情報ください。はい、次はねウクライナゼレンスキー大統領ですよ。ああ、できた。ねえ、この鎧着て戦ってますね、プーチンさんとね。剣も持って、唯一ちゃう、こんな武装してんのね。なんか強そうな感じやね。書かれてる英文こちらですね。はいはい、はい。アーマー鎧、羽毛の蝶々、セセリ蝶ね。英雄的勇敢さ。すごい褒めてない？ロシア視点の動画見てから見るとちょっとなるほどってなるよね。変わるね。鎧を着た勇敢なゼレンスキーは羽毛のせせり蝶取りであるみたいな。めちゃめちゃええ感じ。まあ、褒め言葉多めよね。せせり蝶っていうのは蝶と蛾の中間的な存在らしくて、まあ、胴体が蛾のように太い、ね、飛び方が他の蝶々とは違う、直線的に飛ぶらしいんですよ。触覚の形が一般的な蝶とも蛾とも違う。ゼレンスキー大統領っていうのはなんかタレントと政治家の間みたいな、もともとはコメディアンやからね、だから蝌蚪町の間みたいな感じでこのせせり町が選ばれてるのみたいな感じなんですけども、今回の絵の中では唯一ね鎧を着てるっていうところも、まあ、重要ポイントですよね。こちらの動画でもお話ししましたけども、ウクライナは西側諸国の援助を受けて親ロシアから親欧米派政権を革命に成功してるんですよ。つまりウクライナのこのゼレンスキーさんのねフルアーマーバージョンは、何者かから援助を受けて武装しているというふうにも捉えることができるわけですよ。そうよね。だってね、政権を変えた2014年のマイダン革命では、デモ隊が出資を受けて武装しているって話だったよね。そうよね。まさにこの話ともつながってくるんですよ。さらにウクライナの大統領といえばゼレンスキーですけども、彼はね国際調査報道ジャーナリスト連合、通称 ICIJ が証拠を集めて発行したパンドラ文書によって、とんでもないことがすっぱ抜かれてんねん。彼はなんとねウクライナ人やけど戦争を起こした報酬として、ユダヤ系のイスラエルの銀行から毎月1億ドル振り込まれてると。日本円にして130円ほどもらってて、資産がもう1000億円以上に膨れ上がってるよと、それが判明したんですよ。戦争してることを褒められてるというか、そう、戦争を起こしたことで報酬を受けてるんじゃないか。しかもゼレンスキー人気のきっかけとなった大統領を演じたドラマがあったんですよ。あ、そうなん。ゼレンスキーさんはコメディアンです。はい、でもドラマで大統領を演じてて、
本当に大統領になったんですよ。あーな、なんかストーリーとしてはすげー、そうすごいよね感じやね。でこのテレビ局のオーナーであり上司にあたるコロモイスキー氏という人物がいるんですね。このコロモイスキーも以前のロシア視点動画で出てきたんですけども、うんうん、この人が新興財閥オリガルヒなんですね。まあ、オリガルヒの説明はこの動画見てほしいんですけども、このコロモイスキーをね公然とマスコミの前で私はウクライナ人じゃないよとイスラエル市民だよと言ってもうてるんですよね。言ってもうてんね。その上に欧州ユダヤ人連合という組織の会長なんですよ。はー、生粋のユダヤ人なんですよね。生粋やね。ウクライナの権力者やけどユダヤ人の超金持ちだとだからコロモイスキーっていうのはウクライナに住んでるユダヤ系財閥のオリガルヒだと、うわいうことになるんですよ。五輪五輪ですね。そう、彼らオリガルヒの援助によって現在のウクライナができたわけですけども、彼らの提供した鎧を着た勇敢なゼレンスキーは羽毛のせせり鳥取であるっていうね。いやー、こういうメッセージを見るとね、しかもこの鎧が金ピカの黄金ですからね。ねえ、金をもらってるっていうね。ねえ、いろいろと考えさせられますねこれね。なんか深く見ると答えみたいな言ってる感じでもあるんや。ねえ、蝶とかの中間のせせり鳥は誰からお金をもらい、お金を渡している存在は世界をどのようにしていきたいのかっていうね。うゼレンスキーさんを使って何をしたいのか、こっからですよ。おトランプ氏、バイデン現大統領とか、うわアメリカの要人たちを深掘りしていきたいと思います。さあ、重要ですね。そう、ちょっとね、先ほどは政治家やったやんか。うんうん。こっからちょっとちゃうんですよ。アメリカの要人はトランプ氏はバイデン現大統領だけではない、すごく影響力がある人物です。おう、それがこちらですね。あーね、ツイッターの最高経営責任者になったイーロン・マスクですね。はい、イーロン・マスク。ちょっとこれはどういう髪型かリーゼントみたいなツイッターの姿されてリーゼントでアホみたいな形になってるけど、なってるね。書かれてる言い分がこちらですね。シンプルですね、うん、気まぐれな軽やかに飛ぶテクの自意識過剰。あ、気まぐれに飛び回るテクノ踊りは自意識過剰ですよねみたいな、うんうん、表現がされてるんですよ。なるほど。経営者がこの要人たちの中にポンって乗ってるって、エコノミストのなんかね、大統領とかじゃなく。そう、イーロン・マスクは2022年の10月27日にツイッターを買収してんねん。はいはいはい。で、世界の社員の半数を解雇したり、いきなり後任が見つかり次第 CEO を辞任しますと言ったりとか、うん、目まぐるしく動いてると、うん、何より永久凍結されてたトランプ前大統領のツイッターアカウントを11月19日に復活させてると。うわ、でこの辺もきな臭い流れやったからね、トランプ前大統領のこのツイッターアカウントっていうのは大統領選の投票結果を認定する会議が開かれてるタイミングで凍結されてんねん。うわ、で、様々な陰謀論が囁かれてましたけども、このタイミングでアカウント復活させてるっていうのは、どういう関係なの？そうよね。ちなみにね、うん、普通大きな会社にしちゃうと、うん、大体ね、この会社っていうのは、株式会社、上場しちゃうと、株主が一番偉いの。そうやね。だから社長っていうのはサラリーマン社長になっちゃうねんけど、うんうん、この株主に権力が集中しちゃうんですけども、イーロン・マスクは、うん、そもそも筆頭株主になってツイッターを買収してるんですよ。はいはいはい。で、他の人たちが株主になれるような上場を廃止してんねん。こんだけでかい企業ではなかなかない。だから権限はイーロン・マスクに集中してんのしかないって感じ。そう、だから大体大きな企業って、うん、ね、これ株主見ていくと、あ、ユダヤ系の企業だねとか、はい、日本の企業もほとんど海外の企業ですわ、株主は、うん、だから牛耳られてると言っても過言じゃないんですけど、うん、イーロン・マスクは全部自分で持ってる。うわ、すごっ。しかもイーロン・マスクは、うん、フォーブス氏が発表した2022年版の世界長者番付の今1位やねん。うわ、マジ？ビル・ゲイツも抜いて1位。ずーっとビル・ゲイツさんやったのに。これがね、結構ね、ガタガタってこの数年でなってて、この世界をコントロールしてきた巨大財閥にとっても、うん、イーロン・マスクはダークホース的な存在になるかもしれない。あー、わかんないんですけども、この気まぐれに飛び回るイーロン・マスクは2023年、はい、どのような動きをするのでしょうかっていうね。いや、これ結構キーポイントな感じだね。かなり注目度の高い存在だと。うおーい。で、次はね、アメリカ、マーク・ザッカーバーグね。今メタという会社やけど、もともとは Facebook のね、最高責任者ですよ。なんか入れたちがちゃうよね。おお、穏やかバナナ鳥みたいな。何やそれ。で、書かれてる言い分こちらですね。うん、もちろんメタはメタバースですよね。あ、まあそうだね。このブレインっていうのは、名詞から動詞になると違う意味になるんですよ。動詞になると、誰かの頭脳を強打して殺すっていう意味になるんですよね。ええー。で、これ ED ついてるやんか。うん、受動体になってるから、うんうん、メタ
によって頭脳を強打されて殺されたって意味になるんですよ。でこのザッカーバーグね、ザッカーバードみたいな感じで鳥っぽくしてるよね。で一度にどこでも存在する、誰がいつでもどこからでも情報ネットワークにアクセスできるみたいな意味が書かれてるから、まとめるといつでも誰でもアクセスできるメタバースのザッカーバーグ鳥はこのメタによって頭をぶっ壊されて殺されてるみたいな、そういう意味にもなると。はいはいはい。ただ気になるのは、エコノミストのこのイラストにおいて、枝に止まってるのはこのマーク・ザッカーバーグとフランスのマクロン大統領だけなんですよね。おーへー。でも目線全然ちゃうよね。フランスのマクロン大統領はインドとか北朝鮮の方向を険しいから睨んでる。はいはいはい。でもマーク・ザッカーバーグは空で激しく戦っているアメリカ、中国、ロシア、ウクライナの方を薄ら笑いを浮かべながら見つめてるんですよ。まるで誰かが墜落するのを待ってるかのようですよね、これ。あ、確かに。で、このマック・ザッカーバーグの視線とこの不敵な意味は何を意味してるのかって。ちなみにこの不自然なこの首の角度、すごくない？グニューンって言ってない？グニューンって言ってるね。この視線の先には、ロシアがいるんですよね。あらまあ、もしかしたらロシアがこう墜落するのを待ってるっていうのことかもしれないよね。まあそんな感じなんですけども、ついにねこのジョー・バイデンと、はい、トランプっていうね、アメリカの超重要なね要人2名を紹介したいと思います。はい、まずはジョー・バイデン大統領ですね。はい、バイデン。コスチュームがねすごいこう絶妙なところに星がある、ね、書かれている文がこちらでございますね。アメリカ合衆国中部大西洋岸ね、まあ、ニューヨークとかあの辺ですわ。はいはいはい。で文字化けした分かりにくいいたずらからかい80代、まあ、これら合わせるとニューヨークとかあの辺の人たちに分かりにくいいたずらをかましてる80代の老長バイデンいう意味になるんですよね。このバイデン氏がなかなかの人物でね、ほう、まあ、トランプ元大統領とね選挙で争った当選の結果も怪しいよねと。あ、なんかいろいろあったね。票の操作があったんじゃないかとか散々言われてましたよね。しかもウクライナとのズブズブの関係も指摘されてると。でこのバイデン大統領は2002年の秋に、ね、当時は米国上院議会の外交委員会委員長を就任してたんですよ。でジョージ・ブッシュ元大統領にイラク侵攻の権限を与えた張本人がこのバイデンさんだと言われてるね。そこの参謀者というか。そう。ちなみにロッキード・マーティンっていうアメリカの軍需企業があるんですけども、この企業ね、ユダヤ系の企業なんですよね。でまあこんな感じで2000年から2002年の株価がめっちゃ上がってますよね。おお、確かに。1999年にガクンと下がってるけども、2000年以降からアフガニスタンだとかイラク戦争とか起こるのは分かってたかのように上がり始めていると。まあ戦争はビジネスっていう言葉もありますけども、このお金の動きを見るとめっちゃリアルに感じてきますよね。そしてこのバイデン鳥の英語の部分、分かりにくいいたずらのこの部分は、もしかしたらこういう陰謀、裏側、分かりにくいいたずらを実はバイデンはしてるんじゃないかっていうのを書いてるのかもしれない。まあでもね、エコノミストの企業側の人ですからね。そんな悪くは書かないけど。まあそうよね。ね、まあそんな感じで陰謀という言葉も出てきたところで最後は、はい、アメリカ、ドナルド・トランプ元大統領のイラストの紹介です。いやー気になりますね。強そうですね。あー、なかなか勇敢そうな。ね、書かれてる英文こちらですね。はい。オレンジ色肌、大声で嘘つきみたいなね。あれれれ、だいぶ悪く書かれてる。でもこのトランプさんのこの不思議な顔色ね、オレンジっぽいね。おー、ほんまね。日焼けなの？メイクなの？みたいな感じで、まあ言われてたりする。まあ、それを皮肉って鳥の名前に付けられてると。なるほど。で、これらのキーワードをまとめると、オレンジ肌の憎たらしいトランプ鳥は、大声で大嘘をつくと。そういう意味になるんですよね。はいはいはい。何が嘘つきかわからないですけども、2018年の9月に行われたアメリカ中間選挙のキャンペーン中にね、選挙で選ばれてもいないステートの活動家たちが自らの秘密の課題を推し進めるために、ね、有権者に逆らうっていうことは、民主主義にとってのも脅威だよと、そういうふうに言ってるんですよ。へー、まあ、YouTube では完全にキンクワードのステートって話題が出ちゃってますと。なるほど。ステートっていうのはもうゴリゴリの陰謀論って言われたりとか都市伝説的に扱われてるんですけども、トランプ氏がもうはっきりと言っちゃったと。これは闇の政府とも言われていて、まあ、選挙で選ばれた正当な政府とともに実はその裏側内部で権力を行使している隠れた政府が存在するんじゃないかと。はいはい。それをステートと呼ばれてるんですよ。うわ。でその正体はユダヤ系の巨大財閥とか、まあ、世界中に散らばって世界の中枢に入り込んでる一族とか、いろいろ言われてるんですけども、トランプ元大統領はこの陰謀論を思いっきり認めるような発言を、まあ、選挙の時に言ってるんですわ。うわ。この発言をしちゃったから、世界を牛耳る闇の勢力に対してトランプ氏は命がけで戦ってるんじゃないかという。そういうことよ、ね。これまた別の陰謀論が広まった背景にも、公式のスピーチでトランプさんがこのような発言をしたからなんですよね。うわ、攻めたね。
ね。でもこのトランプ氏は、うん、イラク戦争にはずっと反対してたと。うわ、このイラク戦争についてはね、明日の動画でちょっと詳しく話すんですけどもね、うん、でもこの闇だらけのイラク戦争にブッシュ政権とかバイデン氏がね加担してるってことはイコールそっち側ステートでしょっていうことを、まあ、主張してるわけですよね。でもユダヤ系の巨大財閥クロスチャイルドが発行してるエコノミストにおけるトランプ氏のイラストが、憎たらしいトランプ鳥は大声で大嘘をつくっていう、こういうメッセージですからね。はいはい、はい、信じんなよこんなやつの言うことはみたいな、嘘ばっかりやからみたいな。憎たらしいっていうのは誰目線の感情なの？いや、そういうことよね。ですよね。ってなってくると、どういう形で敵対してるかっていうのが、ちょっと見えてきますよね。そうね。大声で大嘘をつくというのは、それも誰視点の主張なのっていうね、誰から見て不都合なことを嘘としているのかっていう、そういう風に考えていくと面白くないですかこれ。逆になんか分かりやすく書いてくれてるね。ね、まあでもこういう風に全体の流れを見てくると、未来予想図というか、何に注目すべきかは分かってきますよね。そうやね。最初にも言いましたけども、この要人たちが罪深いとかね、刑務所に入れられるみたいな表現として鳥として描かれてるわけですからね。もしかしたらこのエコノミストに強めにディスられてる鳥っていうのは、罪深い人間として2023年に刑務所に送られてしまう人物かもしれない、こういう見方もできると。でも世界の経済をコントロールする巨大財閥は誰を強く敵対視してるのか、見えてきましたよね。見えてきましたね。そこを知るだけでも今後の世界の流れが分かってきそうですよねと。この鳥たちもね、まだまだメッセージ隠されてそうですけどもね、皆さんどう思われますか ね。ぜひね、ご意見などあればコメントをお聞かせください。はい、僕らもね、ちょっとこういう話題は世界情勢全部まんべんなく深く深掘りできてるわけじゃないんで、もしかしたら細かいところが間違えてるとかあるかもしれないんで、はい、その場合はご指摘ください。はい、ということで本日はここまででございます。はい、エコノミスト2023から読み解く世界の行く末というね、そういうテーマでお話ししましたが、いかがだったでしょうかね。濃かったね。ぜひ皆さんの感想コメントでお聞かせください。はい、そして面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、概要欄に僕らの SNS もありますので、もう絶対にこれはねチェックしてみてください。はい、お願いします。またいち早く僕たちのニュースを配信しているトゥーランドブリグ公式 LINE もね、概要欄から登録できますので、それもチェックしてください。はい、お願いします。まさきが大暴れ大奮闘しているもう一つの YouTube チャンネルトゥーランドクエストも大好評配信中でございますからね。はい、クエストしております。でさらに YouTube では話せない裏側を話しているニコニコチャンネルプラスも概要欄にございますと。盛りだくさんですけども、まあトゥーランド Vlog はいろんなことにチャレンジしておりますので、まあ、ぜひ見逃さないようチェックをお願いいたします。お願いします。ということで本日はこの辺でございます。はい、またね。バイ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 。